こうと思います。おお、めっちゃ細い。え、どなた？初めてのコテのペットサロンに行こうと思います。おお、コテじゃあめっちゃイメチェンする。シャンプーとかさ、うん、ちょっとママたち初めてやん、ワンちゃんお迎えしたの、うん、そうやな。だからちょっと洗い方がわからないのよ。ちょっと見てみたくない？見たい。まあ、カットもちょっとしてもらったりなんかして、はいはいはい、あのシャンプーもしてもらったりなんかして、うん、ちょっとなんかあのコテの気持ちよさそうなところを見たいなと思って。おお、見たいな。はい、ブリストータルドッグサロンさんにお邪魔してます。すごいいっぱいワンちゃんいる。祭りがめっちゃテンション上がってね。いいね。祭りもなんかこの中に入ってる感じやで。つなぐんやね。な、首輪みたい。ほんと。あ、トキトキしてんの？トキトキ。トキトキ、クッとクッとが。気持ちよさそうやん。な、お利口。待って。待って、お利口ね。あ、あれって逆に溶かすんや。そうそうそう、逆に溶かしたりしたかったわ。へぇー。勉強になるわ。な、うん。お爪切り。爪切りの。なんでこんなお利口なんこて。お前暴れ倒してんの？家でやるとき暴れ倒してんのに怒られるからちゃう。これ今からシャンプーシャワー浴びやるわ。へぇ、シャワーどんだけ細くなんねやろな。そうやねん。え、自分でワンちゃんってな、あれやな、毛がなほぼほぼやからな。そうそう、お水濡れたら。これ最初練習してんのか。そう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 、お水に慣れるためのね。このワンちゃん用のお風呂欲しいわ。このキッチンクエね。そう、パパ買って。お願いって思ったわ。ナノバブルのシャワーなんかな。そうやろな、うちもナノバブルのシャワー買って。お願い。動画見ようか。えー、いいなポテ。あんま暴れてないな。暴れてない、ね、これお父ちゃんだけ動画撮りに行って、ほら細なってる。めっちゃ細いわ。どなたですかってぐらい細い。いやだ、全然なくなってる。そっ、カリコリやん。かわいい。ほやね、ポテ細いやん。細いやん。もうラテより大きくなったと思ったけど、意外と細いやん。細いな。細いやろ。めっちゃ細い。え、どなた？なんか顔、え、どなた？かわいいやん。顔ちっちゃいな。ね、顔ちっちゃい。めっちゃ顔ちっちゃいやん。チワワちゃんに間違われる時あるもんな。な、あるもんな。特にあの猿機で顔の毛がね、そうそうそう、ないからね。でも猿機って一生に一回やねんて。しっぽちっちゃい。ねえ。カリンコリンやろ。え、ほんま細い。もっとご飯食べさせてあげた方がいいかな。ええのか。お、これパック。これがパック。シルクアワーパック。え、ちーちゃんもしたい。ねえ、ママもしたい。せーの。お願い。気持ちよさそうやろ、これ。聞くまでもないわ。おとなしいやろ。めっちゃおとなしい。こんなおとなしいんよ。家でいつも暴れ倒してんの。なあ。へえ、やっぱ
ぱりプロの人ってすごいよね。あ、すごい。耳でかっ。耳でかない？爪みたい。耳がピーンってウサギみたい。ねえ、でかい。耳でかい。かわいい。耳でっか、なんかほら気持ちよさそう。ねえ、やっぱりちょっとこれやって、お願いか。ほら、ちゃんとね、ママさん、へえ、気持ちよさそう。気持ちよさそう。いいわね。ママもこの人に洗ってほしいわ。自分で洗って。おとなしいやろ。え、めっちゃおとなしいやん。マジでおとなしい。好きってことこれ。気持ちよかった。何するの、何するや、何するや。お昼、おもちゃで遊ぶの。おもちゃ思った。あら、あったかわいい。かわいい。こんな遊びもあって。そう、ちっちゃい顔。え、ワンちゃんって目に水かかってもええねんな。まあ、全然大丈夫みたい。うん、へぇ、ほんまにおとなしくてね。自分から今かかりに行ったやん。お湯ってあったかい。あったかい、あったかい。この部屋めちゃめちゃあったかかったよ。風邪ひかへん。あれやな、ちーちゃんがまつりちゃんにこういうのできる人になってほしいな、ほんま。で、これがシャンプー。あー、シャンプーね。これ今体洗ってやる。へぇ、シャンプーしてるわ。気持ちよさそうにね。これ足見てみ、カリンコリンやん、ごめんやん。もっとご飯やった方がいいとか。あげてあげて。そうなマジ、骨やん。いや、もうさ、あげたくなれへん。わー、すごい、ちっちゃ。いや、綺麗なんねやろな。パテ、いつもさ、こんぐらい、お腹こんぐらいあると思うけどさ、あれ、これ、あなたシュンってなる。ねえ、毛がな、ほんまやん。そう、ほんでこうやってやっぱ水濡れたらさ、真っ白じゃないよね。ポテってそうやんな、なんクリームクリーム色やね、うん、ちょっと茶色もあるよね、やっぱり、うん、パテと一緒やん。一緒。ちょっとね、この時ね、嫌がってやった。何が嫌なん？なんか嫌やって。何、どうしたん？出たい、出たいって言ってやって。もう出て遊びたいよってなってたん。へー、初めてやから分からんよな。すごいよな、こんななんか今度首輪なしやんか、うん、すごいよね。あ、でもお姉さん結構あのおとなしいですねって言ってたよ。あ、そうなの。暴れる子はもうすごいですよって。へー、ほんで慣れてはんねんな、やっぱり。これあるから。これリンス。リンスしてはんの？リンス？へー、毛がサラサラになったらいいね。ねえ、一丁前にリンスすんねんな。な、うん、パパリンスする？僕しない。しないよね。でしょうね。な、そんなないもんな。あるよ。ズラ買ってお願い。いやだ。これめっちゃ吸い取るあのやつやね。どういうこと、どういうこと。めっちゃ吸い取る。一気に乾いてるやん。めっちゃ吸い取るタオルやねこれ。これ欲しい。すごかった。びっくりした。めっちゃ欲しい。頭こうやってしたい。シャッシャッシャってくるからめっちゃ乾くねほんまに。これ人間も使えるのかな。使えるんだろうな。え、どこに売ってるん。教えて。見てよ、見て、後ろ、分かるか、ほら、ビシャーって出るやろ、めっちゃ。ほんまや。え、あのタオル欲しい。あ、ドライヤーや。あ、ドライヤーや。今度聞いてみよう。聞いてみよう。やばい！これドライヤーですね。へぇー。ピンクやな、ジハラ。ほんまやね。ラテと一緒やん。あ、カットしてるよ。カットだ。やだ、お尻カットしてる。丸なってる。丸くなってる。かわいい。かわいい。あ、丸くなってる。気持ちよさそうやん。かわいい。これあの、ハサミのな、シャキ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 っていう音がめっちゃ気持ちいいみたいな。あれ、なんかフォルムが変わってる。なんかかわいい。形が丸くなってる。なほんまや、どうなんの、どうなんの。どうなってくん、これ。かわいい。わあ丸くなった。ポテ君ってポメラニアンとペキニーズのミックスやんか。そうそうそう。なんかどうなんのやろな、これな。どうなんのこれ。うわ、楽しみ。あくびしてるんや。ハマチコチャンネルおる。ちょっとやばい。あ、どっか行っちゃった。あ、かわいい、かわいい、かわいい。
っこできる？渡すな。いくよ。はい。待って。ふわふわ。もう人形。人形。人形。触ってみよう。ふわふわになって、かわいい、めっちゃふわふわ、うわポテじゃないやんもうポテじゃなくなったもん、いや、切り方教えてよ